もうおしんこさんのハッピーバースデーでリクエストでお送りしましたさあ、えー、時刻は6時、えー、20分を越してますね二27分になっていますがここで。 スミス THURSDAY スミユキコさんよろしくお願いしますよろしくお願いします今日はすごいゲストそうなんですよ大変なことになっていますがよろしくお願いしますゲストに原田龍二さんそして高間市の安倍義弘さんをお迎えしてスミス THURSDAY をお送りしますよろしくお願いしますさらにましてよろしくおいいや、すごいですねこのスミさんとの関係は僕ら二人はあの世から来ましたあの世から と言っても過言ではないのかな。ユーチューブ見てるとめちゃ怖いんですけど。僕らも見てますんで。あそうですか。はい。このチャンネル。拝はい。ありがとうございます。ありがとうございます。も二人のテンションがアリさんと会した瞬間にクワって上がってて。楽しみにしてましたから僕らは。僕大好きなんですよこの番組。本当ですか。もうずいぶん前から二人でこの番組に関してはいろいろ話してます本当ですか。それである時あのユーチューブの方で配信してる生配。 配信してる時にあの原田隆一なんですけどって言ってお邪魔したのがきっかけなんですよねそっかで言うとねその時太郎さん太郎だそうだそうだそうだ平野政門のお話をされてる時にちょっとお邪魔させていただいたんですよさんはねそうですかその前から安倍さんとはずっとこのチャンネルの ね我々ただのファンなのでありがとうございますもうねちょっとねそうボスのねデイブがね今ちょっと調子が悪くてねお元気になられたいんですけどあのねあの元気にはしているんですけどまだちょっと復帰できてない状態で今日はよろしくお願いしますよろしくお願いしますまあいろいろちょっと話聞きたいんだけどそのまず安倍さんのその高橋って。 どう,どういう仕事というか、まあ、能力なんですかお化けとか血味毛量そういったものをまいったって言わせる専門家っていう感じですお祓いするい、うん、お祓いをするとしたりまあ,、うん、あと亡くなった方を供養したりうのを専門にしてます専門にしてる、はい、これもうずっとやられているんですか、うん、そうね。ううちは代々そういううちで。その 原田さんとはど,どうどういうきっかけで67年前に僕がある映画の作品に出させていただいた時に現場にいらっしゃったんですその時にちょっと不思議なことがありまして、うんえー、ある方に疫量がついてたのを阿部さんが除霊する場面を僕見てしまったんですよね。 何があるかわからないですけど、なんか連絡先聞きたくなっちゃったんですよ。うん、で、山形にお住まいなので、はい、今まで、今までっていうかこのチャンネルでご一緒するまでは、えー、1回ぐらいしか会ったことなかったんです。一回、そうですね,ね、代々木上原で食事したぐらいしかなくて。で、しばらく会ってなかったんですけど、うんうん、自分がこういう形で心霊スポットを行きたい、うん、こういうことを始めたいんだっていう風になった時に、そうだ。 安倍さんと一緒に行ったら面白いんじゃないかっていうので声をかけてで現在に至るってなるほどねことなんですよ。この二人大人気ですもん人間 TV さんいやそうだよね y o u t u b もね大人気だよねとにかく怖いもんだってなんかもうその超リアルな感じでただ肝試し感覚では言ってないんですよこれ死後の予習で死後の予習死んだ後に 役に立つように、何かその学びがあるんじゃないかっていう、そういう精神で。言ってるんですよね。自分の恐怖心を戦わせるためだけじゃなくて。はい。<え>なるほどね。死後の学びって、結局。なんかあるんじゃないかなと思うんですよね。今集めた段階だと、どんなのがあるんですか。結局、僕も例になるわけじゃないですか。なので、あの、学び、こう、メモ帳に書ける学びっていうよりも。うん。うーん で行かないと分かんない、うん、とにかく例えば我々心霊スポットだっていうふうに言ってみて実際何にも怖くないうん、うん、で逆にここパワースポットなんじゃないかなっていうようなうん、うん、神聖な空気が漂っている場所もあるんですよ。うん、あ分かる,分かる、うん、なのでとにかく自分を実験台にして、うん、その場所に連れていく。まあ、一番の目的は 霊体を映像に撮ることです僕は霊を見たことがないので自分の肉眼で見るということと同時にやはりそれを映像に撮って YouTube で配信したい見てもらいたいっていうなんかそのすごい原田さんの言ってたその死後のための準備っていうのすごい僕よくわかる言葉にしづらいんですけどあのやっぱり死ってみんな 間違いなく体験するものじゃない、うん、これからね平等、はい、に訪れますもんね誰でも訪れるものなんだけど、はい、まあそこに対してのなんていうんだろうなノウハウってほとんど何もない、はい、何もないわけじゃないですか、うん、まあその宗教とかでこう教えられることぐらいしかこうなくて、はい、だからそのえっ、ー、と例えば瞑想とかも、はい、えそういうその 死ぬ時の,その準備慌てないようにするっていうための準備としての瞑想とかもこうあるって言ってなんかやっぱりそういうのってすごいこう必要なんじゃないかなっていうふうに思うんでね。だ常に考えておけば死というものが怖くなくなる気がするんですよね。常にもう僕は怖くないです楽しみですうん、うん、あ死ぬことがうん、うん、死を体験することがね、うんあの。ちゃんと受け入れる準備はもうでにしてますね。うんうん え、でも、自爆霊になりたい派ですか、成仏したい派ですか。うん、どうでしょうね。自爆霊になりたいか。派かもしかしたら、進んでなってる人いるかも。いいると思います。いると思う。いるんですか、自分から離れたくないって方はいらっしゃいます。あ、そういう年間いか、眠ります。でも、そういった意味では、まあ、残された家族を守りたい。あ。 と思いますよね西洋のお城とかだと結構王様がそのままいたりとか権力なくなったとお姫様がいるとかんだっけイングランドのなんとか一世みたいな方はお城に出るっていうのは千葉暮れとしてここに離れたくないっていう。なるほどやっぱりその 今世にこうしがみついてい、うん、いる人が、まあ、自爆霊として。残ると、えっと、その。成仏するためには。どうすればいいんですか、例えば、こう、なくなった後。うん、死んだ瞬間。瞬間どうしたら、その、こう、やっぱり残る、え <laughs> <動>、どうしたら、こう。成仏できるっていうのは。 まあ、お経に書いてあったりもするし、僕の持論でもあるんですが、執着をどんどん削ぎ落としていくことだと思います。生きることってシンプルになっていくことだと思うんですよね。で、まあ、人生の最終目標っても、どんどんシンプルにしていくことだと思うんで、次に命をなくしたら。もう、例えば、奥さんとか子供とか、財産とか、他の悩みとか。あと、来週あったお花見の予約とかも、全部執着を逃していけ、なくしていけば、成仏するものだと思います。なるほど。うん。 そそううか難し悔いのない生き方をするってことですよねいわゆる以前アリさんは亡くなったらもう無になりたいっておっしゃってたような気がしたんですねまあそれ星で見てて俺これが究極だなと思いました成仏の究極もう来世も望まない前世も興味ない現世はもう終わったよっていうのが本当の成仏だと思ってて。 だあこ悟りの境地ですもんね。だと思いますいやなんかさその輪廻とか、はい、ちょっとこう怖いなとかっていうふうに僕はね思っちゃうんですよね、うんうん、またやるのみたいな <laughs> また一から一からやるのすね。ちょっとね、えー、でだからまあその死後の世界がその あるのはあ,のある意味う、えー、嬉しいことなのかもしれないけどうん、うん、一般の人たちにとってはね、はい、でもこう無全くこう消えるのはうん、うん、一番ある種僕は怖くないというか残る方が。 えまた死後の世界なんか一から学ばなきゃいけない、うん、また生まれ変わってまた一からやらなきゃいけないとかっていうのはの方がちょっと怖い,い、ね、でもそういう意識もないかもしれないですよね <laughs> 死後ああそうねまたかっていうことを考えるような、うん、頭脳,に脳はないかもしれないですよねから何にもわからないわけじゃないですか帰ってきた人がいないからうん、うん、なのでそういった意味では初めて自分しか体験できない、うん、だから楽しみ。 とっても楽しみです。とっても楽しみあと絶対来るんだもんこの日常の延長に絶対あると思うともううきうきしちゃうからだから毎日すごい楽しく生活できてますよ仮にもうこのラジオが終わってすぐにもしかしたらってことがあっても僕全然いつもいつでもいいおお た死にたくないですよ今でも受け入れる準備はできてるという逆らいようがないですもんねそうですねうんそういつでもいいすごいねいやもう僕52なんですが20代の頃全くそんなこと思ってなかったですもっと破滅的だったし今となってはもういつでもウェルカムですね逆にすごい興味があります安倍さんにお伺いしたいんですけどそのまあ 人間の霊とかっていうのは、まあ、あのまあ幽霊とかっていうのでこうあるのかもしれないけどあのその人間以外の意識体い,いわゆる魔物とかって言われるもの「魔」魔っていう部分ここ結構こう興味を持ってるんですけど、はい、あれは何なんですか僕は人間が生み出してる部分もあるだろうとは思いま、は、す、い、ネガティブなエネルギーって。 宗教の話になると最初から、うんまあ、魔物とかっていうのはいるもんだとは思うんですもう魔として存在している、うん、肉体を持って、うん、まあ妖怪とかまあ英語で言うとデーモンっていうのは妖怪みたいなのだと思うんですね、はいはい、でデビルってのは天使から起こってきてるからで、ね、でデビルっていうのは俺体がないもんだと思って、うん、触れられる内で、うん、でデーモンっていうのはやっぱこう体を持ってる。 見えるか見えないかでいると思ってるんですよ。もう一つ、人間のすっごいいい人のが生み出してる。人間の心が百だとすると、百全持ってる人いたら百。その人が持つべきだった悪がどっかに出てるはずだなと思ってるんです。うん、究極の悪みたいのが、そういったものもいるとは思います。人間が生み出し、神が作ったもの、神から分かれたものの他に、うん。うん 人間が生み出したものっていうのはいると思います人間が生み出しているんだ実際その全然心霊スポットでない場所を男の子何人かがそこに幽霊出るんだってう噂話をした結果、うん、その子たち以外の人を見るようになったんですよ、うん、全然接触がない、うん、ああ作り出してしまうっていうのを僕実際経験しててなるほどやっぱこう 意識が生み出すっていうねすごいエネルギーあると思います。人間の意識ってそうだよね。この意識が一番不思議じゃない？須美さんそうですね。なんかチベットでもトルパでしたっけ？その意識が物を作り出して物質化してしまうみたいなそういうこともあると思いますし、あとそのあくまで気になってるのはよく契約するって話あるじゃないですか。あれは何なんですか契約？まう。 え今悪魔の話したらなんかえ変なことになったえこれ何何？霊証？霊証？じゃないあのごめんあの放送が終わって大丈夫ですこれも心霊現象が騒ぎすぎた大丈夫ですまあけまあ僕実際まあ新住信時代皆さん置いといていいんですけど実際僕悪魔と喋ったことがあるんですけれどもすごく紳士的にすごい理地的に話します。 うん、契約って俺たちは人間って約束って守るものだっていう頭があるんですよね、うん、でも彼らは約束を破棄するのが苦にならないんですよね、うん、だ契約するっていうのは俺たち人間に対してであって、うん、悪魔がそれを履行するかどうか悪魔の気分次第だと思います、うんうん、契約って書式は取ってサインも残ってますけど、うん、それを履行したかは ちょっと追っかけられないですよね。あのすごい聖書あるじゃないですか。うんはい、あの何千ページもある聖書一晩で書いちゃったみたいな。あれはもしかしたら契約が履行されたのかもしれないです。あ,あ,あの本がねあるんですね。その修道士の方が一晩でこう書き上げたと言われている。 なんて言たっけねなんて言たっけねありますよねあ悪魔の絵が描いてあるねあれは彼は多分誠実な悪魔で守ったんだと思いますああなるほどでも俺たちは契約っていうのに縛られていや俺たちは人信用してないから契約っていうのをしなきゃいけないですよね口約束じゃなくてサインをする悪魔は別にそれは人間のことよく知ってるから信用させるためにやるけど彼らは履行しない可能性は 強いと思います。いやなんかよく芸能人とかハリウッドセレブとか悪魔と契約して売れたみたいな。ああいうと思いますやっぱり。いると思いますか。いや来ますよ普通に来ます普通の格好で来るんで。その悪魔が現れるっていうのは人間として現れるという。僕の場合は本当に人の姿。他の人にも見えるんですか。僕は見えてると思います僕にだけ喋ってきましたけど。全部それも会った時に。 あ、これはただもの人間ではないなっていうのはすぐ分かった。僕の本当のパーソナルなことを言ってきます。なるほど。なるほど。出会い頭のパンチで。でなるほど。はい。本当にちょっと言いたくないようなことを、ばって言うんですよ。い鉄道しだろうとか。うんうん、それをぎょっとした時に、一気に畳みかけてくるって感じです。うんうん、名乗ったんですか、その。そ,の人そこが大事で、僕の師匠から必ず拝み屋。まあ。うん 拝見屋やってれば必ず悪魔が会いに来るから名前を聞けって言われたんですよそれを嫌がるからって僕名前はって聞いた俺は師匠から聞いてる名前はって聞いたら急に表現変するんですああひ変するんだまあこうスッとこう言っちゃうんですあっ何も本当なんだと思ってそうなんだエクソシストの映画でもずっとそうですもんね名前名前をね名前絶対言わないでもそれに関しては嘘つかないんだと思います ちょっと俺そこまで深く関わってないんですけど名前はって聞いて例えば古川太郎とか言わないからってことはいきなり僕太郎さん大好きなんですけどってことはやっっぱすすごい大大大事事事なんでね名名名前前前て相当ハすルさんとかね「竜」ってついてるしそういえば名前で思い出しましたけど。 あの僕があのドキュメンタリー番組でベネズエラのジャングルに住むヤナマミ族に会いに行った時に彼ら本当の名前を教えてくれないんですよ、はい、<の>ああなるほどなんでかっていうとその名前を使って呪いをかけられるからって、うんうん、あーなるほどね人い教えていい名前を教えてくれるんですけど本当の名前を教えない、うんうん、その人を信じてないわけではなくて代々そういうふうに言い伝えられてるから教えられないっていう,、うん、うマナーとして教えられないという。 はい、本当の名前は教えないというね。えーはい、うん、なるほどね。このそのベネズエラもすごいですね。呪いの話ね。そうですね。うん、<あ>いわゆるその悪魔悪霊を使って人をこう、うんうん、ダメにするっていうか。うんうん、そのそのこれここにいろいろあの山民族との。 後でさんにお渡ししますぜぜひひその先でに来たわけじゃないんですけどただドキュメンタリー番組でいろんなところに行かせてもらうと僕完全にもう全てに精霊がいて我々人間よりもずいぶん前になのでどこ行ってもどこの方たちも必ずモンゴルに行ったらまず自分が食べる前に飲み物も食べ物も大地に捧げたりそういった精神を結構若い頃から。 ずっと体験してきてきたんですよね、うん、だからそのなんていうんだろうなその土地土地で暮らしている人たちによって、うんはい ある種その現実が変わるじゃないけどこれその人類学者の人たちのあの記録なんかを読んでいるともう考えられないことが起きるとその土地に行くとそのまあ,ある部族とかをこう研究している彼らにとっては普通のことなんだけど物理世界でこんなことが起きるはずがないようなことがこう 起きると、うん、ただそれまあ学者たちなのでそれを学者として書き残していいのかどうかっていうかなかなかその報告しなかったりとかするんだけど実はとんでもないことがこう起きてるっていうそういう話をねあの聞いたことがあって一番なんかすごかったのがえっとねアフリカなんですけどこれ人類学者の方でお葬式で。 その亡くなっている方が踊り出したっていうねあのごめんなさい人類学者の名前を忘れちゃったんですけどそれをあの学会に提出しているあの論文を書いていいてるる人がいるんですねこれってやっぱりそ,のそこで暮らす人たちのそのこう意識によってその宇宙は変わるじゃないけどどこもここもがこう同じ あれでではなないいわけじゃないですかこの国だとこういうことここだとこういうことって僕その思ったのがある程度万国共通な部分があると思ってて、うん、僕はお祓いする時とご協力する時に般若心業となるんですが古代のサンスクリット語を訳したものが日本人に今の現代日本人に通用する、うん、あるいはアメリカ人のお祓いも僕させてもらったこと何回かあるんですけども、はい、英語しか喋れない僕は英語喋れない。うん、でも 聞く、うん、だから今のお話だと亡くなった方が踊り出す動くっていうのは、うん、昔ピラミッドを音響装置で動かしたって話を僕ちらっと聞いたことがあって、はい、似たようなその太鼓のリズム、うんはい、歌っていうので死者を動かせるような リズムとか音響っていうのもあるんじゃないかなと思いますうん、うん、石を浮かせられるようなその音っていうものが念だけじゃなくて音っていうものが世界中にある程度共通した魂に響くものがあってうん、うん、そういったものが採用してんじゃないかなと最近ちょっと考えてます、うん、なるほどねめちゃくちゃ面白い、うん、ね音響平気じゃないけどありますもんね<る>実際音響でものああ今も軽いものなら浮かせられるその 設備とかあるし例えばチベットの,、ま、あのシンギングボード「リン」うんうん、あの音とか、うん、すごいもんねその深いやつをこう、うん、YouTube とかでも聞くと <laughs> こう妙な感じにこう意識がなっていくっていうなんかその音とその意識この宇宙とのつながりって確実にあるなっていうふうにはね、うんうん バリにね、うん、あの法の音楽あるじゃないですかガムランとかそれでジェゴグっていう竹の打楽器を使った、はい、あの音楽の格闘技って言われてるものなんですけど、はい、それ僕チャレンジしに行ったことがあって、えー、練習中にあの竹の長さと太さの違う竹をいくつかこう組み合わせて、はい、その上に乗ってこんなでっかいゴム棒の先にゴムがついてるあのバチでボン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 くんですね。そうすると 叩いているとあの若い男がしおばあちゃんをいろいろおばあちゃんを僕の下にこう入れるんですよ。うん、で僕叩きながら「うん、え誰が今下に入ったぞ」なんて言って、うん、で,後でそのんでおばあちゃんが来たのかって聞いたらそのおばあちゃんの認知症とか、うんえー、そういう病をその音でヒーリングっていうんですか。はいはい そういうことをやってましたバリで。だ音と精神の関係性というか。なるほどね。だそういった効果があるんじゃないかという打楽器で出される音の中に。音セラピーってありますもんね。そうそれですね。音差とかで結局その音の周波数と各臓器の周波数が一致するとどんどんそれがあの治っていくみたいな。はい。俺たちも拝みや病ってなって。死者と更新。 すると死者って心臓止まるから僕も去年心臓止まってんですけど言ってましたね止まるんですよで救急車で運ばれてんですけど止まるんですか止まるんですよピタッと止まるんですそれをやるとだから続けると当然死者寄りになってくるんですごいですねそれね波動とか波だと思うんです世の中ってだからまあ音響のやつとその病気のが一致してその音が 例ええばポジティブな音に変わってていくとその病気が消えてったりとかうん、うん、だから物質の最小ってなんか今やってるじゃないですかひも,も理論とか光になるとかうん、うん、僕はひもの方じゃないかなと思って,てゆらゆら入ゆ,ゆ,、うん、ゆらめく方かなと僕は思ってそれを、うん、があると、うんうん、だから人間の波動とかそのゆらめきっていうものに同調したらそちらに要は死者の世界に近づいたりあるいは神の世界とかに近づく。 っていうのはあるとそれは打楽器で、うん、あるいは声で、うん、ダンスのステップでっていうのはありえるなって僕は思いまあその超弦理論でいくと、うん、要は全てのものの一番最初単位っていうのはひも状で、うんうん、これがどういうその波動で。うんうん グアグアするかによって物質がいろいろこう変わっていると、うん、いろんな次元が生まれてくる生まれるという、ねうんうん、ことはなんか理にかなってるのかなっていうふうにはね思いますよね。 えなんかか個私もいいですこの間イベントで聞いた話なんですけどこれ京都大学の教授が実際にアフリカに行って体験したらしい話なんですけど、うんはい、やっぱり論文で出すと何か言われそうだということで出してない話らしくて、うん、でもそれはアフリカの部族の取材をした時にあの2週間ぐらいいたそうなんですけどその時にずっと小さいおじさんみたいな人が7人ぐらい 小ささいおじさんが7人,、はい、7人ぐらいとずっと暮らしてたんですって<ー>でそれみんなに見えててみんなその部族はそのおじさんたち知ってるんですけど、うん、明日帰るっっっっててなななたたに急に見えなくなったんですって、うん、であれもういないいない見えない見えなくなっちゃったって言ったらなんか洞窟かなんかに連れてかれてあのやっぱり。 妙な音みたいなの聞かされて「うんうん、あもうあなた明日帰るからちょっと違うクラウド行っちゃったよ」みたいなこと言われたらしくて「うん、じゃあちょっと今戻すね」って言って <laughs>、うん、音聞かされたらまたパーって見えたってだから、ねえー、そういうお茶とかもやってないしその空間に行ったらもう見えるようになってっていう話で界中ね、うん。 この話というのはこうあってあれはこうやっぱり何な,なんですか何 <laughs> な,なんですかって世界中にあるじゃないですか、うん、いろんなやっぱり世界があってたまたまこの地球っていうところが不思議な一人一人に宇宙があると僕は思ってますので、うん、その隙間を開けたところにやってくるもんだと思います存在はしてて見えないけど例えば日本で言ったらその カッパとかね、はい、本当に全然いたよっていうふうに僕のおばあちゃんの友達だからまあおばあちゃんぐらいの年齢もう亡くなっているんですけど全然昔はいたんだよっていうのを子供の時話として聞いたんですよ。ね そのお,おばあちゃんのお友達は足を引っ張るとかちょっと冗談で言ってる感じは全くしなかったんです、うん、昔はね本当にねたくさんその川のそばにはいたんだよ屋久島でも聞きましたよ、えー、相撲取った人がいたっていらっしゃるじゃない、うん、そういう人たちね。うん、カッパと、うん、う電気だと思いますえあのー まあ全部が全部じゃないですけど僕が知ってる大きい神社は床暖房をしたんですよ、はい、そしたら神様の声聞こえなくななくったんですよ、はいうん、なるほどでん電気全部発したじゃないですか、うん、その電磁波、うん、でもう神様のちょっと微弱なものが見えないだからアフリカの奥地だったり、うん、もう昔はそこまで電線がないからっていうのだと僕思います、ねうん、電気っていうのがその僕たちだ 邪魔してるのか守ってくれてるのかうんそこは電気電線だと思いますうんなるほどねまあ電磁波的なものがエレクトロマグネティックフォースっていうやつが関係しているんではないかとなるほどね、うん、今後だからブレインチップとか入れるようになったらもしかしたらみんな見えるようになるかもしれないですよねみんな見えるか見えなくなるかえ、入れたくないなうん、私も入れたくないんです入れるとどうなるんですかどういういいことがあるのかな記憶力良かなんじゃないですか それ別にいいすね記憶力はもう別にいいらなすイーロン・ムスクさんとかまあそのねいわゆるトランスヒューマニズムっていうのを目指している人たちはさらにその優れた人間に機械を使って変わっていこうとだから肺機がちょっと高くなるとか5600年寿命がんになったらやりたいけどもう数十年しかないから別にそんなことしたくないですね もう数十年っていうふうに僕らは思ってるけど、はい、意外とこっから10年とかでアンチエイジングとかものすごい発展して5年伸びるとその5年の間にさらに15年伸ばす技術が発見されました、うん、さらにその15年の間に100年伸ばすい全然知りたいのにっていうもう。<laughs> 原田さんとかの世代は、もうそこの世代に間に合ってるかもしれないっていう主張される方もいらっしゃいます。なるほどね。お金で買う時代来ると思いますよ。要は死を。なる死なないで働き続けて税金を納めて。なるほど。死にたいんだったら、お金払って。恐ろしいですね。ありえますね。それは考えてます。死を買う時代が来るんじゃないかなと。安らかな死は、いくらいくら、普通の死はいくらいくら。なるほど。あとはもう、何千年も生きて、働き続けるっていう。うわ。 すごいね。い何千年も生きて何千年も税金を払い続ける。<laughs> いやーあの YouTube チャンネル「人間 TV」はいろ、はいろ見させていただいてますけど一番なんか衝撃的だったエピソード何なんですか心霊スポットに行って僕がある霊証を受けたっていうことはあるんですけど。うん まあそれはちょっと置いときまして今去年の9月からうちに座敷わらしがいるんですよ。座敷わらし、はい、それも安倍さんからお預かりしている、はい、宮子という名の女の子の座敷わらしがうちに、はいると、はいう。そ、はい、それはその声とか聞こえるで、ね、いや残念ながらそういうのは僕キャッチできないんですけど、うんうん、今高一の,の娘がいまして、うん、彼女があのワイヤレスイヤホンの一つをなくしたと、はいはい、でそれがどうしても見つからない。 っていうんで、あ、そうだ。宮古に聞こうと思って。まあ僕直接聞けないので、マーベさんにちょっとこういうことがあってって言って、宮古にちょっと聞いてもらえますかって言ったら、その宮古がリビングにあると。散々探したんですよ。妻と探して、散々娘も散々探してない。でもある時僕仕事行ったら、妻から写真が送られてきて、見つかりました。ソファーの下から。リビングに。はい。そんなこと。すごいね。散々どかしてみたのに。 すごいというのが古があの安倍さん経由で教えてくれたというその名前も教えていい、ね、名前もそうですそうです都さんお兄ちゃんが今普通に仙台で生体遺産してるんですけども、うん、その方の妹さんを、まあ、亡くなった方を僕が座敷わらしにして、うん、亡くなった方を座敷わらしにしもう一回育て直したと、うん、育て直したなるほど でその先はどうどうなるんですか宮古さんは。ずっと原だけを守り続けるっていう未来と、うん、あとはまあ普通に供養するっていうのを考えてます。うんうん、なるほど、ね、去年の9月僕がお預かりした時点で2、3年ぐらいうちにどうかっていう話であの永久にではなくて、うんうん、これ一応する。 育てるにに神様聞くんです子どもはどうするみたいな最初良かったんですけどもだんだん都がですね人間の世界に憧れてきていずれ人の体を欲しがるだろうからまあ数年で返した方がいいってじゃないとたたり神になってしまうからって言われて僕はちょっとショックだったんですけどもこんないい子がなるわけがないって思うんですけどやはり今チャンネルでも都の人気が高いのでステッカー作ったりとか。 まあ、やっぱりそういうふうに心が変わってしまうかもしれないなとちょっと最近危惧してます、うん、んなんかその話ホモンクルスとかの話にちょっと似ているというか、うん、ホモンクルスってそのまあ人間をこう、まあ、作るみたいな、うん、昔の錬金術とかでこうあったもので,、はい、でそれがこうあまりにも長いこといると最初はすごいいいんだけど、うん、ちょっとこう悪さをしてきたりとか。あ,<ー>あの 悪くなっったりとかかするていう話が昔その錬金術の世界にはあってねんかそれに似てるなというふうにね思いましたけどただ見えないけどいると思うとなんかこう心が豊かというかうんちょっとワクワクしてしまいますよねいるんだなと思うと。家族はちゃんんにどな最初は「えっ?」って言ってましたけどでもそんな僕を見てて僕は「お休み」とか「はい とかっってて言るんですけどねそれぞれどういうしてるのか分かんないんですけど風車に宿ってるんで風車をリビングのところに置いてあるんですけどたまにそれを動画撮って安倍さん、今都どんな具合ですかって聞いて今、ニコニコしてますよとか寝てますよっていうような安倍さんからの見解を僕は聞いてまだいるんだなと。 いや、すごい話だね。すねえでも例えばそのもし原田家のご家族でちょっとそのあの喧嘩があったりですとかそういうことが起きると都的にはどんな感じになってきますか。あ、最変いい質問で。うん、あの <laughs> 座敷わらしをずっといさせる方法って喧嘩しないことだけなんですよ目の前で。<ー>それまず最初注意事項の一つとして安倍さんに言われました。うんうん、絶対目の前で喧嘩しない。うん、喧嘩すると逃げちゃうんですよ。うん。 で人間不審になるんで、うんうん、で雑魚を出してすごいすっごいよう栄養があるって考えると、うん、悪いよう悪魔とか悪霊が食べに来ちゃうんですよ。うん、育てるまで四十九日最低四十九日かかるんですけど、うん、四十九日中ずっと僕守るんですよ。それは悪魔とかから、うんうん、で送り出した後も喧嘩してもし逃げ出しちゃうとそこはまた狙われちゃうっていう。 なるほど絶対喧嘩しないでって言って育てるんだねしつけて育てるんですういやすごいなんかますますでもホモンクルスの話に西洋で言ったらねパラケルススとかっていう人でしたっけパラケルスはお医者さん系ですよねうん あのそうパラケルスがホーンクルスを持ってたような話もなんか聞いたことがある気がしますけど、うんうん、あの連勤術の話で結構多いですねあのこのスタジオどうですかねそのさっきの電磁波の話じゃないけどここは全然大丈夫だと思いますあ大丈夫ですかここ全然大丈夫です、ね、ここはってことはここまあ <laughs> 中はもしかしたらあるかもしれないですけどうん、うん、来るとっちは全然あ。 感じなかったですねえでも安倍さんはあれですよ入り口入れなかったんですよなんて言うんですかゲートゲート電子ゲートでしたね安倍さんだけ弾かれこはたそこのコピー機かファックスの裏にはいたんですけどえいたどんなのがいたんですか男性でしたね男性男性でもそんな昔のじゃなくてデブさんの生き量とかじゃなくてデブさんではな僕探してるんですけどデーブさんのね思いがそう生き量 生きよが怖い。うん、<ー>なんか言いますよね。よ例より。生き量の方が怖い。ここ生き量はいませんか。ここは僕はいると思います。いる,るだけでいいい。<laughs> い,る <laughs> いると思います。でも生きるの怖さって、うん、自分が例えば誰かをこう、う、羨むっていう気持ちを。うん 送ろううっっててて意識しななくもも勝手にちゃゃのじいですか自分の意識外のところでそれが怖いですよねだ勝手に自分の生きるはどっかに行ってるかもしれないっていう自分もどっか飛ばしちゃってるのかもしれないっていうね全くそんなつもりはなくてもいうねいや面白い話をいろ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 と話が尽きないですしええあそうなんですか 今日これから、<何>からもう夜中の三時、それまで、三、はい、時四時,時ですよね。はい、<laughs> すご<っ>。<laughs> いや、すごい。ね、好きですね。ねすね <laughs> 自分、そうじゃないですか。<laughs> え、何かプロモーションなどありましたら。ら特にな、うん、あ、あの、この小説を。<の>はい、はい。あ。 先ほど言って「精霊たちのブルース」名ですよね僕がベネズエラのジャングルに住むヤノ茂民族に会いに行った時のことを土台にしてや素敵なタイトルですねもう本当に子供たちでも読めそうな内容なので短いしょッとありがとうございます。文章めっちゃ

えー、プロモーションで、はい、あプロモーションでっていうか人間 TV さんとやばい帝国」でコラボさせていただいて <laughs>、はい、とってもやばいものを今日安倍さんからいただきましたので、はいうん、ぜひご覧くださいこれは確か人間 TV さんの方でやりますよねフィ、ね、ーチャーしますよね。 ヤマサこんな展開になると思ってませんでした。それがスミさんの元に行くとか、すごいねなんかそれ。すごいね。とんでもないものなんですよアリさんこれ欲しくなる感じのものだね。えっとこれはデイブフロムショーさんでもちょっと話させていただいたあの岡村さんが入ってるんです。岡村さんだ。この中に岡村岡村岡村。そうですそうです。In the box。In the box。岡村さん入ってるの？入ってるので、はい。 でこの中に入って開けてもいいんですよね開けてもいいんですけどじゃあそれはあのぜひ YouTube をご覧くださいはいすごいこれ気になりますね人間 TV のよろしくお願いいたしますあと安倍さんがあのデイブさんにあの治る気を送ってくれくださるんです大変それはありがたいそうですねまあい

でもも視聴者の方にい病気とかねそういったのは、うん、病気とか血が治るという、はい、治りが早くなる。 ありがとうございます。いやすごい、くじを切られていましたね <laughs>、うん。ちょっと最初の方、やっぱり。濁、うん、りがあって、うん、もしかしたら。リハビリ少し手間取ってのか。うん、なかあったので、それをうまく外して。 最後綺麗な音でした。ありがとうございます。デイブさんに向けて。デイブさんだけにしました。ごめんなさい。デイブさんだけ。デイブさん、よくなりますよね。デイブ。すごい音だった。ね、すごいいい音だったね。これで。これで戻ってこれるでしょう。これで。これで戻ってこれるでしょう。ええ、安倍さん、ありがとうございます。本当に、あの、原田さんも。 面白い話。ちょっと今後とも、ぜひ、ずっとき、あの、聞き続けてます。ありがとうございます。また、デブがね、良くなったら、また、ぜひ、遊びに来てください。すみさんも、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。心霊スポット、気をつけてくださいねはい、行ってきます。すみさんも、気をつけてください。隣に心霊スポットがあるみたいなもんですんね。機械さん、 サーシャさん、そしてワカさん、スーパーチャット、ありがとうございます。そして、西谷克民さん、ありがとうございます。えー、ということで、スミス,ースー・ザ、えーズで今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。原田隆二さん、えー、そして安倍義弘さん、そして、スミユキコさん、お招きしてお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼し,します。